なんかさ、もうこれで2やりまーすってさっきの動画終わったのに6の3やってみるかーっていう話になりまして、6の3だけやってみますね。トラウマなコース100点取るのが難しかったよな、ここな。ここが一番多分難しかった記憶でやめとこってたんやけど、動画撮り終わった後バイトがコントローラーを離さなかった。すいません、こう見えてマジでやってるんですけど、あっとか言いながら、やっぱここ難しい。トマト置いとかなあかんかったよな。もう一回やります。すいません、トマだからなんか持ってきなさいって言われて落ちて、あいつも何も持ってきてなかったよな。トマトどけてくっつうパターンあったよね。鍋はこっち置いとくんだっけ。もう一回やります。何してんのってめっちゃ怒られたんですけど、うちは渡らないって言われてますからね、こっちも。そのプレッシャーで落ちてるんです。
ここだけは最難関でした。32点、100点が合格だったんですよね。あの1個前の氷とかなんか全然できてないし、あとお裾分けプレイヤーの時に買ったってことで許してください。あ、1個もしない時あるんや、怖っ。こういうステージも2では頑張っていきたいと思います。どうもありがとう。